こいつ、俺のこと好きすぎて離れねえ。俺ら、遠距離無理だな。こんにちは、ももかでーす。はい、ということで、もう皆さんもこれを見ての通り、本日、みんな大好き、グエル紹介。イエーイ。この人さ、なんでいちいちちょっとさ、映ってくるんだろうね。はい、まあ、あの巷では俳優犬と呼ばれてますけども、もう本当私最近あのネットショッピングにもハマっちゃったというか、もう沼にハマってしまって、今まではもうどっちかというと、ネットじゃなくって、実際に見て体に当てて、そう、選ぶみたいな感じの、そっちの方が好きなタイプだったんですけど、もう最近は、まあ、もちろんどっちかというとそっちの方がね、好きなんだけど、なんかもうネット、めちゃめちゃいいなっていうか悪くないなみたいなさ、だってスマホで見てさ、ポチッとしたら来るみたいなさ、そうだ、ちょっと最近沼にはまりつつありますね。はい、ということで本日グレイル紹介していきたいと思います。はい、それでは行ってみよう。はい、でね、ちょっと箱2つ来てめっちゃ爆買いしてるって思うかもしれないんですけど、このね、1個の片方の箱はですね、1着しか入ってません。そう、なんかちょうど何月下旬発売みたいなやつを買っちゃって、それがちょっと遅れてきたみたいな感じだったので2個に来ております。はい、じゃあまずこのね、1着だけの方でいいかな。じゃじゃじゃーん。はい、まずはこちら、バーン、こちらキャットプリント裏肝スウェット。こちらカラーはオフホワイトで、サイズは F サイズです。あ、違う、ここに来てちょっとすいません、あの初心に戻ってしまいました。サイズはフリーサイズで、お値段1999円。そうで、これが2月下旬入荷予定ってやつだったんですね。はい、そんでマジ可愛い。これ裏は別に何もないんですけど、これトレーナーなんですけどね、このキャットがマジ可愛い。ペルシャ猫的なニャンコちゃんが写ってて、もうマジ可愛いなと思って。なんかさ、動物、なんかアニマル T シャツとか、アニマルトレーナーとか、ちょっとこの動物がこうプリントされてるやつめちゃめちゃ流行ってるじゃないですか。だからもうちょっとこちらも猫ちゃんですよ。え、ももかちゃん、犬派じゃないのって思うかもしれないですけど、猫ちゃんも好き。猫も好き。こう見ると猫ね、すごい映えるよね、ほんと。もうチワワとかほんとに見ないからね。チワワあったらね、すごい嬉しくて買っちゃうんだけど、チワワあんま見たことない。ということで、こちらのトレーナーです。まあ、これからね、暖かくなって、春に向けてっていう感じですね。裏着です。ちょっと着てみます。せーの、はい、ということで着たらこんな感じ。マルちゃん見て、めお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 め、めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。これさ、丈感とこの形がね、すごいかわいいですね。こんな感じで結構ゆったり着れる感じで、裏起毛だけど別に生地自体そんなめっちゃ分厚い感じじゃなくて、結構薄めだから、やっぱこの春とかの時期にすごいちょうどいいかなって感じ。あ、めっちゃかわいいね。バカ、探し出しちゃってる、探し出しちゃってる。アホなんです。探しに行きました、今。続きましては、これとちょっと合わせたいなと思って選んだやつでございます。こちら。バーン！え、ウエストが気がする。これ。ハイウエスト、タックショートパンツ、カラーブラック、サイズ L サイズ、お値段1399円です。はい、これね、ちょっとなんで L って思う方いると思うんですけど、これ前回の動画とかでも結構言ってるんですけど、そのグレイルって、そのサイズ、この特にウエスト周り、ボトムスとかのサイズがすごいね、狭めっていうか、きつめに作られてるんですね。そう、だから、そのいろいろこうちゃんとウエストの表記をこう見ながら、こうお腹を実際測ってみて選ばなきゃマジで失敗するんですね。で、結構いろいろ経験してきて、で、前回それを踏まえた上で買ったはずのスカートが結構ピッチピチだったんですよ。なので、ちょっと今回はちょっとあの、大きめに L にしてみました。で、ちゃんと測ったんだけど、その測った中でも L が一番ね、いいなっていう感じだったんですよ。個人的にあんまお腹がこう、ちょっと締まる感じのが好きじゃなくって、ちょっとでもなんか、押さえつけられてる感もすごい嫌なので、若干緩い方が好きなので、これにしてみたんですけど、なんかもう、持った感じあからさまにでかい気がするんですよね。しかもなんか失敗したのがさ、これ一切伸びないタイプだから、そう、だからちょっと大きめの方がいいかなって思ったんだけど、それが逆にあの、空回りした感がすごい。ちょっと一回ちょっと履いてみます。せーの。はい、ということで、ちょっと履いてみたらこんな感じ。あのね、ウエストは、まあいいんだけど、やっぱ若干大きかった。普通はこんぐらいの丈なんだけど、こういう感じ。ここが結構こんぐらいウエストが開いちゃってます。わかるかな？わかりにくいんだけど、そう。
だから若干大きいんだけど、このスカート自体そのサイズがジャストのがなかったんですよ。若干きつくなるかちょっと緩くなるかみたいな選択で、でゴムも伸びないやつだからもう緩いのにしようってことで選んだんですけど、でもぶっちゃけ全然そのめっちゃでかいって感じじゃないから全然許せます。全然許容範囲、ほらこんな感じでインする分にはめちゃめちゃいいし、はい、そんな感じでございます。ある意味良かったかもしれない。皆さんぜひ参考にしてください。次、続きましてもちょっとボトムス系いこうかな。これも L にした。チェック柄フレアミニスカート、カラーブラック、サイズ L サイズ、お値段1299円でした。はい、これもさっきと同じ感じでその L サイズにしたんですよ。いろいろサイズがこうちょうどいいのなくてみたいな。もう明るさもやっぱでかいね。さっきのよりなんなら大きい気がする。しかもこういうフレアスカートってさ、やっぱぴったりこう着てほしいじゃん。最悪これは詰めて使うかしら。まあ一旦ちょっと履いてみます。せーの、はい、ということで履いてみたらやっぱもう案の定でかいですね。わかるかな、このちょっと上半身長い感じ。本当はここなの、ウエスト的にはが可愛いんだけど、もうこんな感じです。こんぐらい、結構さっきより全然大きいですね。もうこれ超可愛いのに形、こんぐらい後ろ冷たい。もうほんと皆さん、グレイルでボトムス買うの結構レベル高いっていうか、ほんとサイズがわかんないっていうか、そのモデルさんとかも試着してるやつが写真であったとして、そのモデルさんが身長何センチで 何サイズを着てますみたいなのも書いてあるんだけど、モデルさんで普通160センチとかのモデルさんで S サイズ着てんのよ。 S サイズうち結構普通にきつかったの、前回前とかに買った時に。だからもう何もあれは参考にならないんで、皆さん、あのモデルさんのサイズはマジで参考にならないので、本当にこれはもう運ですね。M は M でもきつい時もあるし、逆に L はでかいしみたいな感じなので、ちょっとね難しいなって感じです。まああとはデザインによって本当に違いも出てきますね。ゴムで伸びるやつもあれば、今回ちょっと伸びないの2連チャンだったので、はい、まあ、ちょっと若干あーって感じでしたね。では続きましてはこちら、バーン、こちらスタンドカラーミリタリーベスト、カラーはカーキでサイズはフリーサイズ、お値段が2699円です。はい、これマジ可愛くない？これもうカーキのベストなんですけど、この襟がある感じもまた可愛くって、ちょっとカメラで見ると意外と自分が思ってたより若干ね薄めのカーキでしたね。カメラで見ると結構グレーに見えちゃったりもするんですけど、実際見るとちゃんとカーキはカーキでございます。ここと、あとこの裾の部分、ここが2段階とも絞れるようになってますね。はい、じゃあちょっとこちら羽織ってみます。せーの、はい、ということで羽織ってみたらこんな感じ。かわいい。結構丈は長めな感じなんですけど、肩もあって、結構肩もあって、めっちゃ形もかわいいですね。こんな感じ、この襟がかわいいで、締める時もこうチャックになってて、最後にここがボタンって感じになってますね。はい、ちょっとこう絞ると内側から絞れるんだけど、若干ウエスト絞るとちょっと女の子らしさが出るかなっていう感じですね。はい、めっちゃかわいい、これ激化は。はい、続きましてはこちら、パワーショールフレアシャツワンピース、カラーがチャコールでサイズ M サイズ、お値段2199円でした。はい、これめっちゃ可愛いと思って、なんかこのワンピースなんですけど、うちあんま普段ワンピース着ないんですね。なんですけど、これなんかウエストがこう絞られてるんですよ。それがめっちゃ可愛いなと思って一目惚れしちゃいましたね。でこれはさすがにウエストをこうちゃんとキュッと絞らせて見せたいので M サイズにしました。しかもちゃんとゴムになってるのがね結構良きですね。はい、で結構生地は結構ペラペラな感じです。はい、じゃあ着てみます。せーの、はい、ということで来たんですけど、一見可愛く見えるんですけど、タチと分かる通り若干これ S の方が良かったかなって感じですね。分かるかな、ちょっとここのもうちょっと私的にはピチってなってほしかったんですけど、結構まだ余分なエリアがあるっていうか、若干全体的にダボダボしちゃっててですね、もう一個下げれるなら下げた方がいいなっていう感じです。でも形とかね、色味すごい可愛いんで、皆さんマジでぜひ参考にしてほしいですね。で、ちなみにグレイルはあのサイズ間違いした時に返品のまあ交換的なのできるんですけど、その場合なんかね、確か送料とか手数料込みで1000円ぐらいかかっちゃうんですね。なので例えば安いのとかが1個だけちょっと気に入らないなってやつを返品交換するってなると若干もったいない気がするので、そういうのはもうメルカリとかで売っちゃった方がいい気がします。続いてラストはこちら、じゃーん、こちらファーイヤーマフラー、カラーはピンクでサイズがフリー、お値段799円です。これ散々春に向けてとか言ってたのに突然耳当て買ってくるやんって思うかもしれないんですけど、これマジ可愛くて、じゃーん、ちょっとつけるね。でなんかこうカラーがね、なんか
ホワイトみたいなのもあって、でそっちの方がすごい可愛かったんだけど、もうそれはもうとっくにないって感じで、でも逆にピンクもめっちゃ可愛いなって思ってピンクにしちゃいました。見て可愛くない？ほら超可愛い。若干私の耳の位置ここら辺なんですけどね、これ若干ここ半分ここ出てるんですけど、まあ、ぶっちゃけこういう耳当てっておしゃれなので、はい、いいんです。ということで見てください、私の一番可愛いところに気づいてる。これ小顔効果です。なので、まあ、これは別にあの来年の冬も、まあ、今年まだちょっともうちょっと寒いので、その時とかも使いたいと思います。チャンネル登録してね。はい、ということで今回はグレイルさんでお買い物したものを紹介しました。いかがだったでしょうか。はい、まあ、今回のまあ感想というかまあ反省としては、やっぱねグレイルさんね、ボトムス選ぶのマジムズいって感じですね。そう、なんか結構自分に合ったねサイズ、ぴったりのサイズがあんまなくって、そうで今までの反省生かして大きいのにして今回はいいだろうって思ったら逆にちょっと今回でかかったみたいな感じで、なのでマジでこれの動画見てぜひね、あの犠牲者が減ったら嬉しいなっていう感じです。まあね、今回私はちょっと大きすぎてちょっと失敗したんですけど、まあでもぶっちゃけこのサイズがこうね動かせないタイプなので、ゴムじゃなくて動かせないタイプなので、まあ、やっぱちっちゃいのだったら逆に履けなかったなっていう風に思うので、まあ、そういった点ではやっぱ大きい方を選んで正解だったんじゃないかなって思います。で今回私が全部着た上でこのサイズもう一回買い直せるならこっちにするみたいなのを言いたいと思います。まあ、このね上のやつはもう全然 OK です。まずこのスカートね、この黒いスカート、このズボン、パンツね、このパンツは L サイズをゲットしたんですけど、これを買い替え直せるなら M サイズにします。でこっちのフレアスカートも同様 L サイズゲットしたんですけど、やっぱ M サイズにしたいなって思っちゃいますね。であと最後のこのワンピース、このワンピースは M サイズを買ったんですけど、ウエストがゴムタイプだったので S サイズに買い直したいなと思いました。ということでぜひ皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。それでは皆さん、バイバーイ。皆さんもよくチェックしてから買おうね。